本日、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、北海道の西側の我が国 EEZ 内に着弾したものと思われます。断じて容認することができない。韓国軍によりますと、北朝鮮が午前10時14分ごろ、ICBM ・大陸間弾道ミサイル1発を発射したということです。ミサイルはおよそ69分間飛行し、午前11時23分ごろ、道南松前町の無人島、渡島大島の西、およそ200キロの日本の EEZ 内に着弾したものと推定されています。道庁の危機対策課では発射情報を受け、被害の確認に追われました。現在のところ航空機や船舶への被害は確認されていないということです。先ほど開かれたテレビ会議で鈴木知事は、この後北朝鮮が繰り返しミサイルを発射する可能性もありますので、関係部局においては引き続き警戒に万全を期すように指示をいたします。松前町では漁業者から不安の声が。さっきやだれで携帯鳴るなと思って安心して操業できないよね。漁師だから船ね、いつも飛べてるからね。怖いね。北朝鮮は今年だけで30回を超える異例の頻度でミサイルを発射していて、海上保安庁は航行する船舶に対し、落下物が発見された場合は近づかず通報するよう呼びかけています。今回着弾したとみられるのが松前町の無人島、渡島大島の西、およそ200キロの沖合ということですね。かなり衝撃も走ったんじゃないかと思いますが、松前町の漁港から今の様子中継でお伝えします。庄司記者です。お願いします。はい、松前町の立浜漁港に来ています。後ろに見えますのが日本海です。その沖に浮かぶのが日本最大の無人島、渡島大島です。ただこの時間悪天候のため見ることはできません。この港からはおよそ50キロほど離れていますが、弾道ミサイルはこの渡島大島のさらに西に200キロほど離れた日本の EEZ 内に着弾したと推定されています。今日も沖に出ていた漁業者にお話を伺うと、携帯が何回も鳴ったため出たところミサイルが発射されたことを知った、安心して操業できないなどの声が聞かれました。松前さくら漁協によりますと、渡島大島の付近には今日も1隻の漁船が出て操業していたということで、地元では不安が広がっています。以上、松前町からお伝えしました。